おはようございます。ケンです。今朝もテスラ関連の情報を紹介したいと思います。今朝のラインナップです。イーロンマスク2000ドルのパイ騒動でカリフォルニアのパン屋と和解。テスラ S&P グローバルモビリティロイヤリティアワードで4冠達成。 BYD 幹部テスラは電動化のパートナーと語る。今日はこれらの情報をお届けしていきたいと思います。本日も最後までご覧になってください。まずイーロンマスク2000ドルのパイ騒動でカリフォルニアのパン屋と和解。こちらの記事を紹介します。2月25日の動画の中でとあるパイ屋さんのお話をしました。こちらについて進展があったので紹介します。どういったことがあったのかについてはですね、2月25日のこちらの動画の方をご覧になってください。で、進展としてはテスラの方が未払いだった2000ドルを支払って解決済みということです。ということでこちらに関しては何かね、あの問題に発展するとかそういったこともなく、テスラが未払いの2000ドルを支払うことでお互いが和解したということで無事解決となっております。続きまして、テスラ S&P グローバルモビリティロイヤリティアワードで4冠達成。こちらの記事を紹介します。内容としては S&P グローバルモビリティロイヤリティアワードというイベントがあったんですけれども、こちらにおいて2022年に引き続き4つのタイトルをテスラは受賞しました。カテゴリーとしてはこの4つですね。総合的なメーカーへのロイヤリティ、民族市場へのロイヤリティ、最高のコンクエスト率、代替動力トレインへのロイヤリティ、この4つのカテゴリーにおいてテスラが受賞したということです。特にモデル3とモデル Y の成功が大きかったようです。米国で最も売れている EV となり、独自のファンベースを持っています。そしてテスラのファンはテスラとその製品について非常によく知り、テスラに対する忠誠心が高いことがこの賞で再び認められたということです。そしてこの成果は業界の回復傾向とともに、テスラの市場でのリーダーシップと顧客の継続的な支持を示しているということです。はい、という内容なんですけれども、この S&P グローバルモビリティロイヤリティアワードとは一体何なのかと言いますと、これは自動車産業における顧客のブランドロイヤリティと購買行動を表彰するイベントです。 S&P グローバルモビリティが主催しています。この S&P グローバルモビリティっていうのは、自動車産業に特化したデータ分析、洞察を提供するグローバルな情報サービス会社です。今回のイベントでは自動車メーカーの顧客保持率、市場シェア、新規顧客獲得率など様々な指標を分析評価した結果となっています。そしてこのイベントは自動車業界内でのブランド地位を象徴すると同時に、消費者の購買行動や傾向に関する洞察を提供することで業界のトレンド、将来の方向性を示す重要な指標となっているようです。今回テスラが4冠を達成したんですけれども、賞のカテゴリーとしては全部で5つあります。そのうちの4つテスラが取ったんですけれども、最後の1つが特定セグメントへのロイヤリティというものがあります。まずは総合的なメーカーへのロイヤリティから見ていきたいと思います。これは顧客が再購入時に同じメーカーの車両を選ぶ割合のことです。そして民族市場へのロイヤリティなんですけれども、これは特定の民族的背景を持つ顧客群においてメーカーがどの程度支持されているかを評価しています。最高のコンクエスト率に関しては、他のメーカーから顧客を奪取する、つまりコンクエストする能力のことです。そして代替動力トレインへのロイヤリティに関しては、電気自動車やハイブリッド車など非伝統的な動力源を持つ車両に対する顧客の忠誠心を評価しています。最後にテスラが取れなかった特定セグメントへのロイヤリティなんですけれども、これは SUV トラックセダンなど特定の車両セグメントに対するロイヤリティを評価しています。このカテゴリーに関してはかなり細分化されていて、小型だったらこれ、軽量だったらこれ、スポーツカーだったらこれ、大型車だったらこれ、ラグジュアリーだったらこれなど、かなり細かくね、細分化されています。いろいろなメーカーのいろいろな車種が選ばれているという状況になっています。ということで大きく5つカテゴリーがあって、その中の4つがテスラが独占しているということです。これは素直にね、テスラおめでとうございますと言いたいですね。そしてこの結果からの動向として、今後電気自動車のシェア率っていうのは上がることが考えられるのではないでしょうか。そのためにも技術革新やバッテリー技術、製造能力など、この成長が重要となってきます。そしてそのためにも競争が大切なんですけれども、ここで最後の記事を紹介したいと思います。では最後に BYD 幹部、テスラは電動化のパートナーと語る、こちらの記事を紹介します。 BYD の執行副社長であるステラ・リーさんは、テスラは電動車両 EV 分野のパートナーとして高く評価しています。
そしてテスラに関しては EV 市場の普及と教育に不可欠な役割を果たしてくれたと、そしてその影響力を称えています。またテスラの存在なくして EV 市場の急速な発展はありえなかったと強調しています。 BYD は2023年の第4四半期にテスラを初めて EV 生産で上回りました。しかしリー氏は EV メーカー間の競争よりも内燃機関車との競争を真の競争と見ています。そしてイーロン・マスクさんも BYD の車に関しては非常に競争力があると評価しています。ということで BYD とテスラそれぞれ相互の尊敬を示しています。はい、という内容なんですけれども、この記事の中で一番重要なポイントは EV メーカー間の競争よりも内燃機関車との競争が真の競争である。これ本当素晴らしいことを言ったなと思いますけれども、皆さんどう感じたでしょうか。 BYD とテスラの競争に関しては市場シェアの奪い合いという側面だけではなくって、業界全体の技術革新、成長を促進する健全な動機づけになると思います。そしてこの2社が競争していくことで結果としてより効率的でより環境にいい車両の開発につながっていくんじゃないかなと思います。そして EV の採用を加速させるための共存の競争になっていくんじゃないかなと思います。ということで今後もテスラと BYD の動向は要チェックだと思います。はい、ではまとめです。今日はパイ騒動和解へ、そして S&P グローバルモビリティロイヤリティアワードでテスラが4冠達成、そして BYD 幹部テスラはパートナーと語る、これらの情報を今日はお届けしました。 BYD とテスラの関係ですけれども、今後も良好な関係を築いてもらって、共に切磋琢磨し技術革新、そして内燃機関車との競争をしてもらいたいなと思います。そしてですね、昨日なんですけれども X で少しね話題になっていましたが、 BYD がテスラ殺しというこちらの記事がありました。こちらヤフーニュースの方であったんですけれども、すでにね読まれた方も多いかなと思いますが、こちらの記事の中では BYD がテスラを殺していったということを書かれています。しかし今回のこの記事をご覧になってもらうと、そうではないっていうのはね分かってもらえるんじゃないかなと思います。そしてテスラが2022年に引き続き2023年も4冠を達成しました。これが意味するところはというのを考えた場合に、電気自動車のシェアっていうのは今後ね増えていくっていうのはね、なんとなくわかると思います。今現在日本国内ではそういった感じはねなかなか受けないかなと思いますけれども、世界各国レベルで見た場合にこの流れは変えられないと僕は思います。なので今回のイベントでテスラが4冠を達成したということは、やはり時代の流れはそういう風になっているんじゃないかなと僕は感じますけれども、皆様どのように感じるでしょうか。ぜひコメントで教えていただければと思います。はい、では今日のキャシーさんを見ていきたいと思います。今日はですね、2024年2月26日のデータとなっています。今日は TXG を買ってきていて、6も相変わらず買ってきているという状況です。こちらのデータはムームー証券からのデータとなっています。ムームー証券は無料でこういった情報を得ることができる非常に優れたアプリだと思いますので、まだ使われてない方はね、ぜひ使われてみてください。詳細に関しては概要欄にリンクを置いておきますので、そちらの方からご覧になってみてください。はい、では最後に今日のコメント、こちらを紹介します。今日はですね、いくつか紹介したいんですけれども、昨日僕はですね、キャシーウッドさんが購入している銘柄についての動画を上げています。で、こちらの動画のコメントなんですけれども、やはりですね、イノベーション好きとしてはキャシーさんの保有銘柄めっちゃ気になるけど調べるの大変なんで紹介をしていただけたらとても嬉しいですとか、キャシーウッドさんの動向気になります、今後もよろしくお願いします、6興味を持ち他の情報を深く掘ってみました、情報ありがとうございます。まあ、こういった感じで、キャシーウッドさんの保有銘柄に関する情報ってね、あのニーズがあるかなと思いますので、今後はキャシーさんが最近こういった銘柄よく買っているなっていうのがあったらですね、それについて調べて YouTube でお届けしていきたいと思います。ということで割とね好評いただきましたので、今後もキャシーさんが買っている銘柄を時々紹介したいと思います。で、僕自身なんですけれども、基本的に僕は新しい技術が好きなんですね。なのでキャシーさんが投資する会社っていうのは非常に興味があります。で、昨日紹介した6に関しても日本で使えるようになったらね、ぜひね使ってみたいなと思うぐらいですね、新しい技術などが僕が好きなので、やはりねキャシーさんがどういったところに投資をしていくのか、その投資先っていうのは基本的に最新技術などを取り扱っている会社が多いので、またね紹介をしたいなと思います。はい、昨日もですねコメントいただいております、ありがとうございます。またぜひ今日の内容に関してもコメントの方よろしくお願いいたします。はい、このような感じで僕のこの YouTube ではテスラや EV に関する海外のニュースをメインに取り扱っています。テスラ EV に興味がある方はチャンネル登録をお願いします。また今回の動画も参考になったと思われたら高評価の方をよろしくお願いいたします。そして今回紹介した記事の内容に関してはブログの方でも公開しています。ブログの URL は概要欄に記載しています。では最後までご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。昨日の夕方なんですけれども、テスラのスーパーチャージャーでプレコンをしない状態で充電したら5分の充電期間でどれぐらい回復するのかというこちらの動画を上げています。
ぜひね、こちらの動画をご覧になってほしいんですけれども、今日の夕方は逆にプレコンをした状態でスーパーチャージャーで充電したらどうなるのかという動画を上げます。ぜひこの2つ見比べてみてください。そしてプレコンした方がやっぱりいいよなっていうのを実感できると思いますので、この2つ、そんなに長い動画でもないと思いますので、ぜひね、こちらご覧になってみてください。今日の夕方、プレコンした状態でのスーパーチャージャーでの充電の動画を上げます。ちょうどですね、運よく同じぐらいの時期に同じぐらい電池残量が減った状態で充電っていうことがあったので、当初はプレコンなしの状態で5分充電だけを取ろうかと思ったんですけれども、それから数日後に同じような状況で充電する機会があったので、次はプレコンした状態でやってみようと思って取ったものになります。ぜひこちらの2つの動画を見てもらったら、プレコンって結構大事だなっていうのがね、わかると思いますので、ぜひこちらの2つの動画ですね、ご覧になってみてください。では今日もですね、最後までご視聴していただきありがとうございました。素敵な一日をお過ごしになってください。ではまた。